久保さん、ぶっちゃけ動画の内容って翌万長者合宿全部一緒じゃないですか。まあ、結論やれなんで。<laughs> どうすか <laughs>。結論やれなんで、まあ、全部一緒ですよ。そう。ただ、ね、毎回一本のあたりね、やりましょうし。終わります。やりましょう。終わります。だったら、あのー、って話なんで、ただちょっと変えてるだけです。なんで、そう、タイトルが変わってるとかね。 ちょっと変わってるとか、そんなもんで、本質はやる。それだけですよね <laughs>。で、今回は、あのー、未亡人 YouTuber っていうね、僕はさ昨日発見したんですけど、すげえなと。これ、チャンネル登録者数が4000人ぐらい今いまして、4900人か。ゆるふわ未亡人チャンネル。これね、なんで発見したかっていうと、 昨日か一昨日僕あのね、あの、幸福の科学っていう DM が来たんで、その幸福の科学の DM についてまあ、動画撮ったんですね。で、調べたんですよ、SEO 的に。で、そしたらその幸福の科学の息子さんとなんか、タイアップしてこの人が出てて、えー、みたいな。未亡人 YouTuber なんかそんなジャンルあるんだ、みたいな。<laughs> まあ、だから、旦那を亡くしたっていうことを、 うーん情報発信のもとにしているって話ですよね。だからこれ人それぞれ考え方だったりとか、うん、見え方っていうのはあるとは思うんですけど、まあ普通に考えたら、普通に考えたら、今までの常識だったら、うーん、多分ないでしょうね。ありますか例えば自分の大切な人が亡くなったことをきっかけに YouTube を始めて、恋人亡くなった YouTuber とかね、やります 多分これね、新しい概念だと思います。昔はなかったんで、まあそもそも発信する媒体がなかったですから。なんかまあ本当にもうありとあらゆるものあるなあっていうのはすごく感じましたね。まああの、障害者のやつは知ってるんですけども、これは初めて見ましたね、僕は。未亡人っていう。だ未亡人っていうすみません、キーワードが知らなかったんで、未亡人って、あ、そういうことかみたいなね。うん。だからまあ、ね、即可塾の塾生さんにも、 ねあの、生活保護ユーチューバーというかね、生活保護だけども、アクセス稼げるっていうね、逆に、逆にですよ。うん。で、このね、あの、ユアフル未亡人さんの最後の、1週間前に配信したやつが、引っ越し準備終わったっていう動画なんですけど、<laughs> これライブ配信してんのかね。引っ越しじ、そう、引っ越し準備終わりましたっていうライブしてて、投げ銭がね、 610円とか2000円入ってますよ。投げ銭ス、スパチャが。あ、これスパチャ入ってますね、まあまあ。お疲れ様でした。うわ、五六600円。これ多分、1万円ぐらいは、これ入ってそうですね。あ、一万円入ってる。すごい。元気がなあれば何でもできる。頑張れよ、つって、あの、1万円投げ銭ってる人いますね。ということは、このライブちゃん、ライブ放送で2万ぐらい稼いでるのかな 1>, 1, 万1万投げてる人今言いましたね。これアーカイブで見れるんで。すごいっすね。1万投げてくれてますよ。まあ元気があれば何でもできますよ。うん。そうだから、なんか、まあ今のね、じゃあ1万円投げたね、スパチャのコメントから推測、まあ紐解くんですけど、なんか応援する動画もいい,いいですし、応援したくなるような動画もいいんですよ。わかります 応援する、勇気を与える動画もあれば、逆にこっちが勇気を与えたくなるような動画ですよね。だから何でもいいってことです、結論。だからダメで、もう最悪な人生を送っていれば送っているほど応援したくなるような、まあ、動画。まあこれはちょっと、うーん、マーケティングを知っていると、まあ、より使えますけども、まあ、マーケティング知らなくても、 まあ、始めなければ何も始まらないんであれですけど。まあ、久保さんと僕の強みって、もう結構ね、もうありとあらゆるジャンルの価値というか、それを見ている、知っているっていうところがあって、だからいろんな動画撮れるんですよ。うん、知ってました。まあ、知ってましたというか、知ってる人いてると思いますけどね。うん、でも知ってても使わないし、やらないし、自分が使わないですよね。うん。だってやってるじゃないですか、久保さんもパンクだけどね。 僕も,もう寝てる動画もありますからね。ただ寝てるだけっていうね。<laughs> そう。開始3分くらい寝て、もう1時間半くらいずっと寝てる、ま、回してる動画ですよ。もうそれでも何千回もあるんですけど。<laughs> まあ最後までは見てないとは思いますけどね。うん。まあとにかく始めなければ何もわからないってことですね。いってらっしゃい。